よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。先日あの、ゆるキャラのですね熊本とあと卑怯な彦にあるんですか、そちらの年賀状がたくさん来ましたよという記事を紹介しましたが、その他のこうゆるキャラにもですね結構年賀状が来ているという記事が4つ出ていましたので合わせて紹介していきたいと思います。最初はこちら中日新聞からです。コニュードくんに年賀状200通四日市したいですね。これですね、記事があります。四日市市のキャラクター、コニュードくん宛てに今年も多くの年賀状が届いている。コロナ禍で活躍の機会が減っているが、YouTube などネットを通じて積極的に PR を続けており、7日時点では県外や海外からも含めて、計約200枚が届いたということで、とはこんな感じになってます。こんな感じです。なかなか仲良くの、やっぱりキャラクターを描いたものが多いですね。こんな感じになってます。はい。では続きましてこちらですね。はい。下野新聞からです。佐野丸に年賀状上がる、人気高まる、心温まるということですね。記事になっています。市は10日までに佐野ブランドキャラクター佐野丸に届いた年賀状が1456通に上ったと発表した。国内だけでなく米国やドイツなど海外から送られた年賀状もあった。佐野丸は2013年のゆるキャラグランプリで全国1位になったことを機にファンを増やした。市は昨年作活動10周年を記念した事業を展開。新型コロナウイルス禍でイベントなどファンと直接触れ合う機会が制限される中、写真共有アプリ、インスタグラムでのライブ配信など会員制交流サイトを使った PR にも力を入れた、入れてきたと。年賀状にはインスタライブ楽しみにしています、コロナに負けないでねなどと温かいメッセージが添えられていたという。市は福井市に対してオリジナルウィンターカードの発送を始めた。担当者は来月には、昨年募集した衣装デザインコンテストの最優秀作品お披露目を予定している、ぜひ注目してほしいと話しているということです。こんな感じでこちらもやっぱりカラフルな年賀状いろいろ届いてますね。こんな感じです。はい、3つ目こちら、みきゃん、こちらですね、愛媛新聞からです。みきゃんらが年賀状を広め、今年は国内外から3808枚とありますね。記事になります。みんなが笑顔の1年を応援して送れるよう応援しとる県のイメージアップキャラクターみきゃんと点々と、こんな感じになっちゃってますが、これでじゃあね、こんな感じです。みきゃんというのはおそらく、これがだから愛媛のみかんと、おそらく犬ということです。それを変えたキャラクターがこの3体揃っている、みきゃんらということで、こちら3体合わせて3808枚届きましたよというと、こんな感じですね。はい、では最後はこちらですね、徳島新聞からです。お返事待っててほしい所、須田地区に年賀状463通届くためです。こんな感じです。はい、以上です。徳島県のマスコットキャラクターに全国各地から年賀状が届いている。これまでに463通が寄せられており、須田地区は返信作業に追われている。県内から191通、県外から271通が届いた。県外からの年賀状は愛媛県、大阪府、香川県の順に多かったということです。コロナが落ち着いたらまず徳島に、また徳島に行きたい、今年は帰りたいなど、新型コロナウイルスの影響から来県、危険ができず、危険できず、須田地区に会えないのを残念からメッセージがあった。手紙のイラストが添えられているものも多く、こんな感じですね。はい、エトリチさんで虎に扮した須田地区が呼ばれた年賀状があった。これでしょうかね。これですかね。耳が生えている虎ですね。はい、で須田地区は1月末までに住所分から全ての年賀状に返事を送る。達筆ではないのでと下地にしながらも一部に実質メッセージを記入している。須田地区はいつも応援してくれてありがとうです。ありがとうです。だっちですか。頑張ってお返事書くから楽しみに待っててほしい状とコメントし、嬉しそうな様子を見せた。須田地区の年賀状は1月末まで、県庁の県と、島暮らし応援から受け付けている。こんな感じですね。はい、そのまあそうですね、200通というところが、コニュード君ちょっと少なめなんですけど、でも結構カフの手の込んだものが届いてますから、やっぱ数ではないんですけど、こういった感じでファンの、からこういろんなメッセージが送られているということですね。やっぱりこうしてると、ヒコニャンが、1万通超えですが、ちょっと1桁多いなって感じ。くまモンが、それについて、その後、佐野丸ですとか、ミキアナがこんな感じで取れて、おそらく、記事にはなっていない中でも、他のこうゆるキャラもそれなりに年賀状集まっていると思いますので、ね、そういったのを来年がもっといろんな記事が集まれば面白いかなというふうには思います。で、この4つの記事ですね、概要欄にリンクを貼っておりますので、今日の間クリックして読んでいただいて、もし機会がありましたら来年ですね、地元のこうゆるキャラに年賀状を送ってみてはいかがでしょうか。おそらく、これにも書いてありましたように、何がしの感じでこう自治体からですね、返事、ウィンターレター、冬季の初中までですか、寒中までですか、そういった感じで何かしらこう返事が送られてくると思いますので、そうしたところがやっぱり年賀状をたくさん集めるのではないかなというふうには思いますが、送ってみてどうかなというふうに思います。今回はここまでにしております。ありがとうございました。失礼いたします。